Okay.
やったなライダーさん。相変わらず氷河との絆は強かったな。さ、報告に帰ろうと言いたいところだが、俺様のナビでも出口がどっちか迷っちまいそうな森だぜ。大丈夫、氷河が案内するわ。お、助かったぜ。氷河はこの森に詳しいんだな。ええ、ここは私たちが出会った森なの。二人はこの森で出会ったのか。その話詳しく教えてくれよ。あれはまだ私が幼い時のこと。森に迷い込んでしまった時、かすかな月明かりに照らされる何かの影を見つけて。何かの影？ええ、思わず抱きついた影は人ではなくて小さなベリオロスで。や、野生のベリオロスに抱きついたのか。とってもモフモフしていたの。い、意外と命知らずだな。すぐ私に迎えが来て、そのことはそこで別れたわ。もしかしてその小さなベリオロスってのが。そう、氷河よ。あの子が氷河だったことは後になって分かったことだけど。それにしても野生のモンスターが人間に触らせるなんて、まるで絆を結ぶ前からアユリアを受け入れてたみたいだな。あの時森に迷い込んでいなければ氷河と会うことはなかったのかもしれない。私と氷河やあなたとレウスが出会ったのも必然だったのかもしれないわね。俺との出会いも必然だったってことだな。あなたもレウスと出会えたことを大事にして。さあ、報告に戻りましょう。無視するな。
っ